俺たちの4号機、ユニークな役構成と破格のスペックが魅力の AC 機、高砂電機セブンティーセブン編。1993年秋、パチスロ史上最高のビッグ確率を搭載した B タイプ機、ロイヤルタカシー RT で4号機市場への参戦を果たした高砂電機。しかし高確率の帳尻合わせばかりが短所として目立ってしまい、不評のまま短命に終わってしまいます。そこで同社は原点回帰を決意。翌1994年夏リリースのエニーセブンエースを皮切りに、王道の A タイプ機を精力的にリリース。いずれも好評をもって市場に受け入れられ、老舗メーカーとしての存在感を市場に示すのでした。その一方で1996年秋にはシングルボーナスの集中役を出玉獲得の要に据えた C タイプ機セブンスポット SS をリリース。セールス的には成功したとは言い難い結果となりましたが、設定不問の爆発力を秘めた本作は一部のマニアから高い評価を獲得します。そんな本作に何か手応えみたいなものを感じたのでしょうか。高砂電機は再び集中役搭載機の分野にチャレンジ。そして1997年、画期的な仕様とゲーム性を持つ AC タイプセブンティーセブンをリリースします。下パネルには機種名を示すかのように2つの7絵柄、そして上パネルに目を移してみると3連7、2連7、単独7の3種類の7絵柄がシンボルとして描かれています。それら3種類の7絵柄の組み合わせでビッグ、レギュラー、そしてシングルボーナスを構成するわけですが、一見すると非常に複雑で困惑することしきりですね。実は3種類の7絵柄にはそれぞれ点数が付けられており、それらが並んだ場合の合計点数によって各ボーナス役を表現する仕組みとなっているのです。その名もプラス式ボーナスシステム。なんとも斬新でユニークな仕様ですね。スペックについては、 A タイプをベースに集中役を搭載した AC 機ということで、ビッグ確率は全設定控えめとなっていますが、一方のレギュラーは当時の一般的な A タイプでもありえないくらいの高い数値。そして出玉獲得の鍵を握る集中役も信じがたいほどの高確率です。同じく BR 両ボーナスを搭載した AC 機アラジンマスターと比べてみると、本作のスペックがいかに非凡なものかがうかがえます。かようなスペックを実現できた理由はボーナス中のジャックの払い出しにありました。一般的には15枚のところ3枚も少ない12枚となっており、獲得枚数が少なくなる分破格の高確率に設定することができたわけです。なお AC タイプの命ともいえる集中役に関しては、1回あたりの理論上の平均獲得枚数は448枚から465枚、しかし実戦ではそれを大きく上回る獲得枚数を記録。潜在的な性能の高さを見せてくれました。そんな本作の手玉性能については後ほど詳しくお見せするとして、続いてはゲームを彩るデメン室について見ていきましょう。メーカーから発表されたリーチ目はご覧の通り、7絵柄のテンパイ型と子役やリプレイの特定並び型の2パターンに大別することができます。後者はボーナス成立ゲーム以降で出現するため、おのずから前者がボーナス察知のメインとなります。リール制御の基本を踏まえれば、テンパイ型がリーチ目となる根拠が理解できます。通常時フラグの成否を問わず、必ず何かしらの子役絵柄のテンパイを優先させる制御が働くのですが、ボーナスが成立するとこれが崩れ、その結果7絵柄のテンパイが停止するのです。左中で子役やリプレイがずれる形で7絵柄がテンパイすれば、シングルを含めたボーナスが確定。挟み撃ちでも同様で、左右で7絵柄が単独でテンパイすれば鉄板です。また7絵柄がテンパイしなくても、戦術したリール制御の法則により、左中で子役絵柄がずれればリーチ目。一方左リール枠上に単独7がある形からのズレ目はチャンス目となりました。
デメ以外の演出要素としてはボーナスの BGM にハードロックの超名作であるディープパープルのハイスピードナンバーハイウェイスターを用いているところが大きな目玉。現役のミュージシャンとしても活躍するベテランライター A 氏は高校生の時先輩にこの曲を聴かされてその後の人生が決定づけられたと懐かしみ、本作を初実践した際には少年時代を思い出し目頭が熱くなったと語ります。それではお待ちかね、破格のハイスペックが繰り出す手玉性能について見ていきましょう。導入直後に行われた攻略情報誌の初実践では BR 両ボーナスに集中を絡めた凄まじいまでの連打が炸裂、50ゲーム以内のボーナス&集中薬の発生率が 40% を超えるなど AC タイプにあるまじき強烈な連チャン性能を見せてくれました。いくらなんでもできすぎじゃないかということで、後日7日間リレー実践にて大量データを採取することになりますが、やはりここでも高い出玉性能を見せてくれました。特徴的なサンプルを3本ご紹介しましょう。初日序盤から集中込みの連打が炸裂し一気に2000枚強を獲得、その後中盤はかなりへこみますが終盤にかけて再び連打が炸裂して大量獲得解消となります。翌2日目はこれぞ最高設定といった感じの挙動、始終はまることなく連打に次ぐ連打を繰り返し右肩上がりの出玉で圧勝です。対照的に翌3日目は浮き沈みの激しい挙動、特に中盤以降は右肩下がりの苦しい展開となりますが、終了間際の土壇場で一撃必殺の連打が発生、九死に一生を得る結果となりました。7日間のボーナス&集中薬の出現回数はご覧の通り、50ゲーム以内の連チャン率は先の初実践よりもダウンしましたが、それでも AC タイプとしては破格の数値と言えるでしょう。最後に攻略要素についても触れておきましょう。ジャックの払い出しが12枚で、なおかつジャックゲームの当たり回数が最大6となっているため、 A タイプながらもビッグの獲得枚数は適当打ちで平均230枚弱と少なめ、しかしメイン子役が15枚のため、リプレイ外しを駆使することでプラス40から50枚と大幅な獲得枚数アップが期待できました。手順はまず右リールを止めて成立可能制約を判断し、左中の順で子役ダッシュ、あるいは中左の順でボーナスインを阻止するというもの。配列上下段受け転配時の外しは不可能でしたが、上段や中段受け転配時はチェリーをかわす制御を利用することで容易に外すことができました。ジャックの払い出しを12枚とすることで実現した破格のハイスペックが繰り出す強烈な連チャン性能で人気を博した新感覚 AC 機セブンティーセブン。高砂電機はその後セブンティーセブンの仕様をベースにシングルボーナスを通常子役に変更した A タイプ機トリプルセブンエースとその同一仕様で1号機時代の名機をモチーフにしたニューワンダーセブン、そして3種類の7絵柄をそれぞれの特典に応じて1、2、3の数字に置き換え明快さを強調した AC 機ドリームバーなどなど後継機を続々とリリース。そして同社は斬新かつユニークなプラス式ボーナスシステムとともに市場での存在感を強めるのでした。俺たちの4号機ユニークな役構成と破格のスペックが魅力の AC 機高砂電機セブンティーセブン編ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。